皆さんこんにちは。兵庫コミュニティセンターです。兵庫コミュニティセンターは睡蓮が有名な遠流の池が近くにあり、穏やかな環境に恵まれています。さて、今回のお家で見られるコミセン講座はパンチ&エアロ教室です。ストレス発散とシェイプアップに最適の教室です。皆さんも一緒に体を動かしてみましょう。この講座は前編後編に分けてお送りします。先生は藤田裕子先生です。それでは先生、よろしくお願いいたします。お願いします。パンチエアロは二の腕や背中、ウエスト周りの引き締め、また音楽に合わせてダイナミックに動いていくことでストレス解消やシェイプアップにも期待ができます。さあ、では一緒に動いていきましょう。畳2畳分ぐらいのスペースを確保してください。右足を前にして、小指から順番に握っていきましょう。親指は軽く添えていきます。そのままこめかみのあたりに手を持っていきましょう。さあ、余裕がある方は足踏みをしていくか、軽くフットワークをしていきましょう。さあ、そのままジャブを2回ください。クロスを2回。さあ、このまま動いていきましょう。ジャブ2回、クロス2回、ジャブ、クロス。さあ、ターゲットは鼻や顎を狙っていきましょう。肩が前に出るように、そうです。この時に二の腕や背中、ウエストの引き締め効果を高めていきましょう。さあ、1回ずつに変わります。右左、右左、そうです。さあ、ターゲットを決めて鼻、顎狙っていきましょう。打った後は必ず顎のところに戻してきます。さあ、右左、さあ、いけたらスピードアップです。ワンツーワンツー。さあ、呼吸止まってないですが、パンチを打つ時に息を吐いていきます。1212、ねじれてますか。肩を前に出して1212、ナイスです。そのまま続けてください。はい、OK です。今度は足をチェンジしていきましょう。さあ、さっきと同様、左足が今度は前になります。構えていきましょう。ジャブ2回、クロス2回、ジャブです。さあ、余裕があったら下半身もしっかり動かして、ウエストをよりひねっていきますよ。呼吸できてますか。1回に変えます。ジャブとクロス、ジャブクロス、1。さあ、そのまま続けますよ。息吐けてますか。はい、4、3、スピードアップです。はい、1212。スピードが速くなるといろんなところを打っちゃいます。でもターゲットは鼻と顎を狙って、必ず打った後はガードポジションに戻してきてください。ねじれてます。肩を前に出して、お腹をよりねじっていきましょう。あと4ついきましょう。4、3、2。はい、OK。 右足前です。さあ、フットワークをしていきましょう。今の動きをコンビネーション、組み合わせて動いていきましょう。さあ、まずは1234でフットワーク、ジャブクロス、ジャブクロスです。さあ、狙いを定めて相手の顔を想定しながら、さあ、足元も軽やかに動かしていきましょう。ワンツーワンツー。さあ、この動きにプラスして足していきます。ジャブジャブクロス、1234、ワンツースリーでお休み。さあ、繰り返しますよ。せーの、1234、ワンツースリー。さあ、ジャブはスピード、クロスはパワーです。力を入れてウエストをひねる。さあ、そのままいきましょう。せーの、1234、ワンツースリー。さあ、打った後顎のところにしっかり戻しますよ。3456、ナイス。さあ、足していきます。1234、ワンツースリーの後しゃがみます。フットワーク1234、これウィービングって言います。さあ、いきましょう。打った後にしゃがむ、相手の攻撃を避けます。顔を叩かれないようにガードしながら
さあ反対の足前です。 1,2,3,4 お休み。反対の足も練習していきますよ。せーの 1,2,3,4 ナイスです。さあターゲットずれてないですか。このままジャブジャブクロスが入っていきますよ。さあ行きましょう。せーの 1,2,3,4 1,2,3。 さあ呼吸できてますか。 1,2,3,4 ジャブジャブクロス。さあ右左同じように動いていきましょう。 1,2,3 次しゃがみます。せーの、はい、1,2,3 しゃがんで下半身しっかり使っていきましょう。ワンツースリーしゃがみます。足チェンジ。さあ右左後方に行きますよ。ジャブジャブクロスでウィービングしたら左足前 1,2,3,4 ワンツースリーしゃがんでしゃがんで、そう 1,2,3,4 ワンツースリーしゃがみます。ラスト 3,4 ワンツースリー。さあ次はフックの動きを入れていきます。横からトン、横からトン、頬骨を殴るようなイメージです。さあガードは高く、下半身腰級でしっかりとかかとをまくり上げるような骨盤をひねりながら打っていきましょう。手が伸びないように肘は90度、1,2,そうです。息を吐いて、さあ次はスピードアップしていきますよ。 1,2 右左交互に、そう。さあかかとしっかり動いてますか。お腹もねじりながら、はい、4,3左足前、はい、フットワークです。さあ左も同じようにトントン。さあウエストひねりながらかかとをまくり上げて頬骨を狙って横から、手が内にならないように腰をひねりながら、そうです。そのまま続けましょう。さあだんだん息が上がってきてますね。これが脂肪燃焼効果高めていきます。早く、ふ、息も吐きながら、あと4ついきましょう。4、はい、3。さあ右足前に変わりますよ。さあ今のフックでコンビネーションを組み立てていきましょう。はい、前後ろ前後ろ、フック2回、反対も2回、お休みです。さあ繰り返しますよ。右2回、左2回、ちょっと早いですけど頑張ってきてください。さあ行きましょう。右2回、左2回、これに1個ずつを4回足していきます。せーの、はい、1個ずつ4,3,2、せーの、2回打って、2回打ったら次1回ずつ。さあ左足にチェンジです。フットワークして、さあガードポジション、左も同じように動いていきましょう。2回ずつどうぞ、2回ずつ。さあ頬骨狙ってくださいね、お休み。さあ2回です。左2回、右2回、お休み。さあ呼吸をしながら、ふっふっ、1回ずつ4,3,2、次からでいいです。さあ一緒に行きますよ。1回ずつ4,3,2、せーの、1回ずつ4,3、ラスト行きましょう。1回ずつ、はい、 OK です。そのまま、さあよく頑張りました。さあ肩のストレッチです。足は止めずにちょっと足踏みしながら行きましょうか。反対側、さあ肘を持ち上げて二の腕のストレッチ。ここがピーンと張ってる方は二の腕引き締まってますよ。反対側も行きましょう。はい、 OK。 さあ手をつないだら背中を丸めます。はい、今度は手を後ろに回して胸を前に突き出していきましょう。はい、 OK です。ありがとうございました。